ご紹介します、L 役の松山健一君さんです。よろしくお願いします。じゃあ、加賀さんの付近から、はい、まあ、向こうの方から歓迎します。はじめまして、矢上ライト君。私がエルです。こっちも本気になっちゃう。すごくなんか。はい。はい。はい、もうちょっとはっきり笑った方がいいかな。まあ、真面目な顔で行くよりもちょっと薄笑いの方が面白いかなと思って、一回撮ったんだけど OK になったんで、やっぱ薄笑いの方がいいんじゃないか。ライトっぽいっていうか、まあ、L に対して L の挑発に対してどうしてやろうかっていう感じで、ちょっとこう一味深くなってるというふうに思って疲れてました。はじめまして、エルです。サナミです。松田です。バン！おい、何の真似だ？バンってやるじゃないですか。あれでバン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 ってやってし、いや、悪い。なんか見て。なんかその、ごはん。あ、5人。あ、やってみようか。面白い。バン！そうです、そうです。バン！バン！バーン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 。おい、何の真似だ。さ、もし私がキラだったら皆さん死んでますよ。エル、面白いです。その漫画に縛られてないところが本当僕はものすごく面白いなと思って自由にやらせてもらってますけどね。やっぱりエルっていうのはもうこうだっていうのがないから、だから監督も僕も探り探りでやってるとこあるから、お互いが言い合って今やってますけど、エルっていうのはまあこういうやつがいたら本当に不愉快なやつだと思うんだけど、松山君が演じて面白いキャラクターになってきますよ。松山健一さん、エル役松山健一さん、本日でオールアップとなりますので、
監督の方から。短いけど本当に短かった1週間だったんですけども面白かったです。また2部もありますんでライトと対決を対等にできるように頑張りたいと思います。どうもありがとうございました。お疲れ様で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 した。暗闇にリジが出てきたみたい。おはようございます。俺ね初めてなんでまだちょっと入ってみないと分かんない。入ってみないと。はい。おお久しぶりです。やっぱなお客さんの反応もいいみたいで、うん、やっぱ嬉しいですね、そういう意味ではね。うん、ありえない方。なきゃないで生きていく。なきゃないで生きているけど、酒飲む時はなんだ。やっぱ飲む。エリアクの松山健一さんです。で、渡り役の藤村慎一さんです。で、みんなちょっと見るみたいな感じがあって、で、はい。父さん、最後は無事なのか。はい。カット。はい、カット。はい。はい。チェックします。はい。え？白を持ってきてます。あ、パッと見。久しぶりにエルをやって、入るまで結構かかりましたね。今日やってみて、その L の感覚っていうのは自分の中で結構忘れてないと思ってたんですけど、結構忘れてたところがあったなと、まあ、覚えてるところもなんか起こしにくかったんですね。今までの嫌いは頭が悪すぎる。何も犯罪者以外の人間をいとも簡単に殺している。そうですね、私がキラだったら間違いなく怒ります。はい。なるほど。模擬が死んだんで。だったら模擬の家っていうのはどこに置くか。ちょっと場所まだ決まってないんですけど、大きさ的にはこれよりちょい大きいぐらいなんですね。だったらそこになんかこう置いて備えつつこう食ってるって、こう食いながら。で足りなくなってまた取りに行く。じゃあまたそういうのでじゃあお供え系ってことは大福系とかそういうことを、ね、まあ大福団子系かなと思ったんですけど、はい、どうせこの後和菓子どんどん食ってるんだったら最初から和菓子こう持ってった方がいいかなと思って、うん、でなんかそうした方がそれに削られてる感じはすると思うんですよ、ね、はい、そのもんやしのさんのことも一応なんかちゃんとなんかじゃあここで和菓子スタートということを。そうですね。お供えをしたいんですよ。お供えしてるものをそのまま食うみたいな。
そうしたいんですか。失礼。なんかね、噂に聞くと、僕の役なんですけどね、役のお供えを食べちゃったらしいんですそうですね、私がキラだったら間違いなく怒ります。それから第二のキラは遠くから中継カメラを通して見てると思わせ、局内に潜んでいた可能性があります。局にいた人間を洗いましょう。第一と第二のキラが手を組んだら大変な脅威になります。何としてでも防がなければなりません。矢上さん、テレビを使って呼びかけできませんか。紅白饅頭は違います。あ、それは違いますそれがいいんじゃないですか。エル、ムカつきますねは。こうします。ふざけてんな L が舐めたやつキョウ、どこうん、行く行く。カメラが震えるんですね。行く行く、うん、何時今日。6時、うん、何人来るの女の子。8人、うん、分かった。あ、タジャさんも行きますじゃあ、タジャさんも行きます。じゃあ今日は朝まででキラは学生だけについてるから。この近くで大捕り物があるんだよ。キラライト。じゃあ、その隠れてもらって、こっちで僕が外します。はい。そしたら顔を出すこと。はい。またねって言って、向こうに行く。で、ひょっとこは持ってかないと。あ、持ったままじゃないですか。だからどっかで、取り返したら。気持ちいいですか。いやー、カツラの上からなんで何とも言えないですけど、まあ、じわじわ来ますね。えい、こんにちは。はい、パパ。名前を書いてどうする。書くだけよ。名前書いてどうすんだ。
試してみれば。はい。ノートに名前を書いただけよ。いえ、殺人ノートが本物と証明されればあなたは有罪。もう好きなんだよ、死刑が。L は死刑が、はい、法律がの上で積み重ねて死刑だったらそれはもうすごく嬉しいことなんです。だけどあの法律をとは別な裁きとかそういうことは許せないっていう。まあそういうやっぱりマニュアルみたいなのが頭にあるんじゃないかな。あなたは有罪、死刑です。ちょっと近づいてこれるかね。あ、いや、あ、こう、そう、ライト側に計画通りっていう。ここじゃない、ちょっと待って、落としてまず入ってきたら、じゃあこの位置でいいんですよね、みんな。みんなは名前を書いたら死ぬ、死神のノート。はい、俺さんにやりすんない。ライト君、大丈夫ですか？はい、それを夜間するだね。はい、はい。で、これで出ていただきます。父さん、法律ではもう救えない世界になってるんだよ。確かに法律は完全じゃない。法律を作った人間が完全じゃない。じゃあ一応ついてもらってください。そんな父さんを僕は今でも尊敬してるよ。だから理解してくれると思う、僕が今しようとしてること。この上でライトの友達になれると思うんです。はい、
した新世界の神だ。違います。あなたはただの人殺しです。エル、部屋に籠もりきりの君には分からない。前輪の悪人に犠牲になっても世の中のリアルを知らない。無価値な人間、抹殺した方がいい人間は山のようにいる。法律ではもう救えない世界になってるんだよ。一人よがりで人の命を奪うのも絶対に許さない。もっと面白いものを見せてやるよ。だからこいつらを殺せ。今すぐ全員殺すんだ。ライト、どうしたリュウ君、早く帰れ。お前もデスノートに書くんだよ。優しい死神なんだ。やがりライト、やはりお前がギア。名前くらい知りたかったよ、バカ。バカ、なんか本当に言いたかったんだって。言いたかった俺。こいつバカだよな。バカだよな。バッチリ。昨日もね、帰りに車の中でずっとちょっと考えてて、寝る前もいろいろ振り返ったりしたんですけども、非常にいい意味でですね、ずしっとこう来る作品でしたね。やっぱりこうこの役をやるのも非常にリスクがあったし大変でしたし、作品全体ももちろん原作のファンもいて、
いろんな意見があまりあったと思うんですけれども、自分自身としてはね、こう役を全うできたというか、まあ、最後まで本気に役を生きられたかなと、そういう感じがしますね。ちょっと非常に深い、重い作品になったと思います。はい、では、絵の撮影の方は、八神ライトさん役の平達也さん、オールアップとなります。長官に報告してきた。龍崎。さようなら、八神さん。ありがとうございます。やっぱりその前編の時から思ってたんですけども、そのエルっていうものを役を一人の人間にしたいって思ってて、そういう風ななんか温度みたいな、なんか温かさっていうか、なんか人間的な部分っていうのをなんか入れていきたいなと思ってたんですけど、今日までやってきた中で少なからず自分の中では出してきたから、チェックに入りました。神様降りたような気がします。一番大変だったのは本当にお菓子ですね。お菓子があの前編の3倍ぐらい食べてたので、本当に食べれなくなっちゃって、食べたら吐いて食べたら吐いてっていう感じだったので、それが一番大変でしたね。では、はい、エル役の松山健一さん、オールアップとなります。いらないですかね。いや本当にバカバカしてました。本当どうもありがとうございました。あ、終わりです。